アイテム番号 SCP-249-JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-249-JP はサイト8123の標準収容ロッカーに施錠して保管されています。 SCP-249-JP と接触する場合はセキュリティクリアランスレベル3以上の職員2人以上の承認が必要です。説明。 SCP-249-JP は無限のページ数を持つ残り1枚の日めくりカレンダーです。 SCP-249-JP は市販されている日めくりカレンダーとよく似た外見をしており、西暦、日にち、曜日、六曜、祝日、二十四節気、代表的なイベント、ハロウィンやクリスマス、などが書かれています。SCP-249-JP は1枚ずつなら簡単にめくることができますが、2枚目以降はまるで1枚で構成されているかのように固くくっついているため、2枚以上同時にめくることはできません。SCP-249-JP から切り離された紙は、5分間は普通の紙と同様の性質を示しますが、切り離されてから5分後に突如消失します。SCP-249-JP は、何枚めくっても厚さが変わることはなく、1枚めくると即座に1枚紙が補給されているようです。SCP-249-JP は、199年、月、日、エージェントが購入した日めくりカレンダーが何枚破っても厚さが変わらなかった上、更新することを忘れて3枚一気に破ろうとした際2ページ目以降が一切めくれなかったことから発見、収容に至りました。エージェントが SCP-249-JP を購入した店舗を調査しましたが、同様の商品は確認できませんでした。またエージェントが所持していたレシートも調査しましたが、該当する商品は存在していないという結果に終わっています。SCP-249-JP の能力が現実に及ぼす影響を調査するため、いずれかの祝日の日付移動を阻止する予定です。成人の日の移動妨害が行われます。成人の日の変更妨害が行われましたが、失敗に終わりました。2003年海の日、敬老の日の変更が行われるにあたって、カレンダーをめくらず、過去の日付にした状態で妨害活動を行った場合はどうなるのか、という検証が行われます。敬老の日の変更妨害が行われます。財団の懸命な妨害にもかかわらず、変更を阻止することはできませんでした。このことから、SCP-249-JP が示す未来の事象は不可変であると考えられます。現代のカレンダーとの際、一部抜粋。年、月、日までページをめくったところ、空の日の表記が出現。年9月、日までページをめくったところ、敬老の日の表記が消失。年から、年にかけてすべての祝日の表記が消失。年現在とは違う日に終戦記念日の表記が出現。年12月25日までページをめくったところ、クリスマスの表記が消失。年、二十四節気の表記が消失。20、年、月、日に、年、月、日のページをめくったところで新しい紙が補給されなくなりました。最後のページまでめくりましたが、紙が補給される様子はありません。年、月、日、曜日、仏滅。このページが SCP-249-JP の最後の日付となっています。